はいどうもピヨキングです。今日はですね、世界のコースとトロールコースやっていきますか。でね、最初のコースなんですけど、高根の花ネクストステージ with 俺、限られた文字数でタイトルをつけたら限りなくダサくなった件、功績のように輝いた人生でありたいね。いや、かっけえじゃんか。功績のように輝いた人生って。僕もそんなキラキラした人生でありたい。さて、ファイヤーマリオのままゴール。まあこれ、僕の好きな一発マリオですけれども、あれだね。もう速攻こうしゃがみジャンプで行って、あのファイヤーボールを取れ、みたいな感じ？待って、時間見てなかった。まあでもね、ガリガリなんですよ。ファイヤーフラワーの上が。だから意外と優しいかもしんない。今のクリアでよくない？次こそ行きます。まあ、そんなに難しいっていうことはない。よっしゃ。ありがとうございます。僕前にライブでですね、10分でどんなコースが作れるのかっていう企画をしたと思うんですよ。そのコースがですね、たくさんの方々に遊んでいただいて本当どうもありがとうございます。あのね、コメントとかもね、たくさん来て、ほら覚えてますか、ウォーキングですとか。あのバトルで当たったことあるような方なんですけどね。まあその他にはですね、ピオキング愛してるとか、ライブ楽しかった、神コース、いや神コースではないんだけどね、もう本当10分で作った、もう自分の中ではゴミみたいなコースなんですけれども、まあ、たくさんの方々がこうやってですね、コメントしてくれていただいて、どうもありがとうございました。それじゃあトロールコースやっていきますか。はい、それじゃあ次のトロールコースは、前からですね、ずっと気になってたのがあるんですよ。まあ、結構ですね、目つけてるトロールコースっていうのがたくさんあってですね、遊びたいトロールコースたくさんあるんですけれども、最近ね、トロールコースをたくさん出していって、まあこのペースでいったらトロールコースのあのネタもつきそうなんでですね、ちょっとミンバトのももしかしたら増やすかもしれないんですけど、そこら辺はちょっとまだわかんないですね。さあさあやっていきましょう。さあやっていきましょう。さて、これはここは多分このハテナボックスは何も意味ないもんね。左上は、あ、何もないね。あ、待って、話してる間に行けんくなったみたいな。よし、それじゃあ早く行こうか。あ、キラーがあったのね。こんな感じで、ちょっじゃあもう一回で、ここで止まる。オッケー。そしてもう一回行っていい。でキノコ取ろう。ここオッケー。あ、なんか今日優しい感じがします。でピー踏む。そしてこれはあれ、あ、どうやって飛んだろう。あ、左に出てきてるフラワーパックンが。なんだフラワーパックンって。それじゃあここは一旦 P 踏んでからの左に行く。多分ここでフラワーが出てくんじゃない。あ、出てきた出てきた。これ取ってからの右、オッケー。このままダッシュしてっていいのかな。まあ、デカキノコ状態のままになっちゃってと、ままになっちゃってと、うわ、絶対下のドカンやん。うわ、絶対そう。大丈夫、このまま中間ポイント取れるかな。あのファイヤーさえ避ければいけるっぽいね。これは避ける。オッケー。そして、待って。このキラー大丈夫？やっぱりそうしてくるよね。ダメ。あ、待って、このまんま、すり抜けれないかな？いけないか？バブルが来た瞬間、来た瞬間下に行こう。いや、間に合う！間に合った！よっしゃ！ざまあねえな、大砲。いや、キラーか、どっちかわかんないんですけど、とりあえずこのドア入りますか。で、次は、待って、避ける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 。やっぱり塩親父だね。じゃあ、ここで待っておく。オッケー！そして、あ、左に行けばいい感じね。待って、キノコは取っておきたい。多分右上にさ、激おこぷんぷん丸いるから、いると思うんですよ。で、ここで、すり抜ける。来た。うわ、どうしよう。ドッスンもう待ち構えてる。これは、走っていかない。先に右にやっておいてジャンプする。多分これでいい。ほら。でも、このキノコ取っておこうか。多分キノコいるよ、きっと。あ、待って、うわ、このリフト降りねえ。うわ、出た。引っかかった。やばい、どうしよう。え、これどうやってやられればいいの。あ、ここに針があるのか。それじゃあここね、一旦またドッスンをやっておいて先に、で右行こう。多分これでいいんじゃない。え、待って、全然意味わかんねえ。あ、分かった。これね、 P 押して、あの赤の土管に入るんじゃない。多分そうだと思う。オッケーオッケーオッケー。でこっちに行く。
てキノコ取ってよかったよね。まあ、今のキノコ取らないのっていうのは多分無理なんで、このままジャンプして、うわ、どっちどっちっていうか、まあ右しか、じゃあ、いや、合ってた、来た今の絶対騙されたパターンだと思ったんですけどね。これは投げるのかな。一旦入ってみる。入って、あ、入ってからのこう潰れていく。で、潰れるね、一回潰れます。ほっ、オッケー、うまい、見ました。キノコ取って上に行けってことかな。多分これでキノコが出てきてからの右上に行けばいい。オッケー、よしよしよし。そして、うわ、どうしよう。え、キノコが左下、え、なに、あ、なるほど、このキノコを出してここで取ってガリガリを超えろみたいな、そんな感じか。それじゃあここね、ここは叩く、叩いてキノコを持ってくる。オッケー、そしてキノコ取ってガリガリ抜けよう。来た。え、これは一回どこ、あ、これは多分どこでもいいと思うんですよね。で、中間ポイント取ってからの下で、またステージが変わってみたいな感じかな。あー、そんな感じね。これはかぶったけど、いやあれ、これかぶってよかったの。え、ダメ、臭くない。あ、まあちょっと今そのまま右行けばよかったんだけどね。とりあえずこれ投げてみる。投げて、うん、ダメじゃん。じゃあやっぱこれかぶらないけんね。かぶって、かぶって右越える。そし、あれは、ああ、なるほどびっくりした。これね、持っていくと思うんだよね、このパウ。持ってっていい、必要になってくると思う。もう一回戻れみたいな感じですか。そういう感じですか。じゃあこれ一回下入るでしょ。で、黄色にもう一回入れみたいな。このとこ空いたキノコあるの。あー、あるあるある。オッケーオッケー、これで次に進めるね。さて来たんですけど、ここで当たってからのパウ、おりゃよし、うわ、これ先に取っておこう。なんか危ない気がする。うわ、どうしよう、これは、これ上から行くしかないよね。上から行って、オッケー、あ、え、キノコ取ったらダメなのかな、やっぱり。あ、わかった、キノコをあの丸々のところに行かせないけんっぽい。多分これでいけるんじゃない。うーわ、さらにキノコを取らないけんのか。なんでここのキノコを生かしておいて、多分この辺でキノコ出る感じ。オッケー、で右に行く、来た。で、オンオフで、なんだこれはここキノコ取った瞬間オンオフしてすぐ右に行く。はっ、オッケー、これでいける。よし、オンオフ2回したらブラパがね、来るんですよ。あ、え、なんこれ、なんこれ、え、なんか怖いんだけど、これは、あぶねえあぶねえ、あいつ、あれ、これは取らんでいってみようか。取ったらダメくせ、うわ、全然意味わかんねえ。え、これは、はっ、え、なんこれ、なんこれ、まだいけないってことだよね。ピークコイン4つ集めなきゃいけないもんね。あらあらあら、なんだこれはえ、これでいいんだよね。ピークコイン4つ集めるっていうことでいいんだよね。ねえ、合ってるよね、きっと。大丈夫で、あ、なんかさっきと違う。あ、ちょっと待って、あ、ちょあ、いや、あれ、マジでわかんねえ、なんこれ。え、どうやってやられんの。来た、あ、バネ来ました。で、ドア入るでしょ。で、これはなんて書いてある。エマージャーなんとかエクスト、エマージェンシーエクスト、まあ、全然意味わかんないんですけどね。ゴールじゃん。え、ゴールじゃん。なんか今日あれだね。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。